やっと新監督が来るか。予選大会開始ギリギリとは時間がかかったな。あんなことがあった後だし、学校側も慎重に選んだんだろう。期待していいのか新監督。もう揃っているのか。はい、全員います。今日は集まりもいいな。何しろ新監督が来るわけですから、みんな注目しているんですよ。まもなくフットボールフロンティアの予選も始まりますしね。それよりサクマ、あいつ誰だよ。ん？お前誰だ。さあな。おい、キャプテンに対して失礼だぞ。キャプテン？佐久間さんも知らないんですか？てっきり後で紹介してくれるのかと。俺は聞いていない。俺もあんたがキャプテンなんて聞いてない。起動がいないせいで大した実力もないやつがキャプテンに抜擢されたわけか。なんだと。甘っちょろい気持ちでサッカーをやってるやつらが仲間だなんだとベタベタしてんのを見るとヘドが出るんだよ。もう一遍言ってみろ。おっと失礼。俺正直なんで油断してると本音が出ちゃって。何？やめろ佐久間。でお前誰なんだ。須藤昭雄、帝国学園サッカー部への入部が決まりました。よろしくお願いします。なんてな。須藤昭雄。私が新監督の影山レイジだ。新監督が影山レイジ？どういうことだ。新監督って新じゃねえし。刑務所に入ったはずのあんたがなんで今さら。私は政府の考案するアレス構成プログラムの実験対象に志願した。その結果短期間に刑期を終え、この帝国学園の監督に再就任した。以上だ。なんだそれ。バカな。嘘だろ。待ってくれ。俺たちはあんたに従わないと決めた。あんたを監督だと認めるわけにはいかない。ほう、そんなことを言っていられるのか。私は大会に参加する全てのチームを分析した。今のお前たちでは青少学園には勝てない。私は帝国学園を勝たせるために帰ってきたのだ。再び帝国はサッカー界に君臨する。私の指示通りに動けばな。ではこれよりフットボールフロンティアを勝ち抜くための作戦会議に移る。風丸。なぜだ。なぜ影山に従う。風丸。協会員として監督をサポートする、それだけのことだ。全員席に着け。では総帥、始めます。これより新たなタクティクス、インペリアルサイクルの動きを説明する。